それではただいまから一時記者会見を始めます。どうぞよろしくお願いします。皆さんおはようございます。今日は発表項目は3件でございます。まず令和3年8月豪雨災害について、申し上げたいと思います。はい。ここ数年九州では豪雨災害が連続して発生しております。ここにありますように平成29年の7月に九州北部豪雨があって朝倉で多くのこの山が崩れてその木材木がですね筑後川を通して有明海を埋めたというのは非常に衝撃的だったわけです。あの頃ですかね、線状降水帯という言葉が出てきて、あそんな今までこんな大雨が局地的に降ることはなかったのになって私も実感しました。その時私は唐津にいまして、もうカンカン照りでしたから、その向こう側で、これトスも相当降ったわけですけれども、ちょっとした距離でそれだけ局地豪雨が降るんだっていう衝撃の年だったわけですけども、その翌年もですね、この時は西日本豪雨ということで、特に岡山がですね、倉敷が非常にやられたっていう、岡山広島が象徴的な豪雨でありましたし、その翌年の令和元年には佐賀豪雨という、これ2年前ですけど記憶に新しいわけでありました。で昨年は球磨川ですね、人吉を中心とした大変な災害があったということで、こうやって考えてみますと4年続けて大雨特別警報が発表されるということで、本当に我々気候変動がもたらす影響ということを真剣に考えていかないと、地球全体の問題ではあるんですけれども、なんとグリーンランドに雨が降ったっていう報道がなされていて、グリーンランドって北極圏だから氷しかないはずなのに初めて雨が観測されたって、どれだけこう地球が壊れてるのかなと思わざるを得ないので、我々にとってみるとそういったこの大雨というものがもう例年化してきたということを前提にハードソフトともに組み立てなければいけないという認識を新たにしているところであります、これもご案内の通りです。2年前と比べても今回はるかに上回る降水量ということで、特に嬉野を中心にもう1000ミリを超えて、年間雨量の半分がこの1週間程度で降り尽くしたということでありますので、非常に大変な量だということであります、これちょっとこういつも私は鹿児島のようになったっていう話をするもんだから、ちょっとデータで、検証してみました。いわゆる1時間に20ミリ以上の降雨ということなんですね。これ1時間に20ミリ降るってどういうことかというと、土砂降りでこうワイパーをこう早くしても見づらいって大体イメージ皆さんされますね。でそれの回数なんですけれども、大体こう30年ぐらい前は鹿児島県こんな感じだったんですね。で、今佐賀県はもうよくこうやってその回数は今までの北部九州と違って佐賀と違ってこうぐわっとこの回数が増えていて、30年前の南部九州鹿児島の回数なんかを優に超えてこんな形になっているということなので、非常に気候が変わりつつあるということだから、それに対する対応しなければいけないという強い問題意識です。ということで、今回大きな被害が発生しました。特にこの土砂災害はどこで起こるかわからないので、本当に厳しいです。やはりいろんな住民の皆さん方の声を聞くと、突然ドドドドドっていう音がして、そこからこう土砂が流れ込んでくるということでありまして、その時に本当に佐賀県は今回命を落とす方がおられなかったけども、聞いてみますと、もうそれぞれのところで結構ギリギリのところで逃れてる感じです。ですので本当にありがたいことだなというふうに思いますけれども、いつ何時命の危機が訪れるかわからないということを考えなければいけないなと思っています。
それから内水氾濫です。浸水位置が高くなって広範囲に及んだために今回住宅への被害が甚大になったわけですけれども、普通の地域はですね、河川が決壊するということ、その時にはいっぺんに河川の流量があふれ出すので、そこを気にするわけですけれども、佐賀県の場合はこういう県土でありますから、内水氾濫、川が切れなくてもそうではない内水の方に水が溜まってしまうということを気をつけなければいけない、一番典型的な県だということであります。ですから日本一ポンプの多い県です。そこをしっかりと対応しなければいけないということが特に特徴的なところでありまして、2年前と同じように今回同じような場所が起きてしまったということを我々は重く受け止めなければいけないと思います。はい、ということで被害の発生状況についてはこのような形になっておりまして、本当にありがたいことに、お亡くなりの方は来られませんでした。しかし、特に住家被害を中心に非常に大きな被害がありました。いまだに避難されている方もおられます。はい、はいはい、ということで佐賀県は人命が最優先ということで、特に初動を大切に毎回しているわけですけれども、今回木曜日の段階で臨時記者会見でダムの危機を呼びかけました。ちょうどこの日は私初盆参りをしていたんですけれども、途中で切り上げて、これは県民の皆さん方に直接訴えた方がいいという判断をしまして、この大雨というものが長く続くことのリスクと、それからコロナが非常に厳しい状況だったので、このダムの危機というものを訴えさせていただきました。それから災害警戒本部、そして災害対策本部という流れになっておりまして、計13回開催したんですが、佐賀県の場合の特徴的なところとして、皆さん方も見ていただいたら分かっていらっしゃると思いますけど、各初動で動くべきチームがですね、打ち合わせの中に入っていくと、普通の県だと大体部長がみんな集まって会議をするんですけども、それはむしろ復旧復興の段階だと我々は思っていて、最初はやっぱ自衛隊さんや警察さん、消防さん、海保さん、それからポンプ部隊だ、国交省さんだったり、それから赤十字 CSO という皆さん方に入っていただいているのが大きな特徴だと思っています。そういった関係で自衛隊の再派もですね、今回もまだ必ずしもはっきり具体的なわけではなかったけれども、早め早めに展開して、そこからですね、重点地区に部隊が展開できるようにということで、早めに自衛隊の再派も行うことができまして、おかげさまで600人も来ていただきまして、しかも2年前分かっていらっしゃる、古翔さんとかもいましたから、非常にスムーズに展開できたと思います。心から感謝申し上げたいと思います。はい、で今回はですね、やはりヘリが非常に活躍したなというふうに思います。私もこの県の消防車に勝ちどき、この、3月から導入されてますけれども、実はこの実戦でどんどん初めて私これに、登場したわけですけれども、本当はいろいろ訓練で最初から計画してたわけですけど、最初がこの実際の災害の時になりまして、で実際こうヘリで全県見てまいりますと、この内の山の地区の土砂崩れ、これ本当はその先の不動山を見に行ったはずだったんですけど、その前にもっと大きいものがあるねっていうことはヘリで気づきました。その他県警ヘリは六度地区でのこういった状況というものを発見していただいたので、すぐ対応することができたりとかですね、やはりヘリで上から見て長官的に災害状況を把握するということの大切さということを身に染みて今回感じましたし、その中で、勝ち時はこういったホイストで釣り上げて救助すると、立花地区だったんですかね、これを上げるということだったりとか、透析患者さんを竹雄の病院に搬送したり、そういうことも活躍しましたし、今回どうなんでしょう、初めて航空調整、このいろんなヘリを佐賀県の災害対策本部の中に調整班を作って、それぞれの任務を付与するということが
できました。これは我々がヘリを持っててそこについての習熟をしているということと並行してやれるようになったわけでありまして、非常に意義深いことだというふうに思っています。はい。でいち早く応急復旧で県民のライフラインを確保しようということで、まあ、こういった形で今作業をしております。はい。で2年前との関係で言えば教訓化という意味からすると、やっぱ油、2年前はですね、鉄工所の油が流出しまして、なかなかこれをですね、川に流せないっていう厳しい状況のままで1週間から10日前後自衛隊の部隊も一緒になってですね、この油をこう簡単に言うと雑巾かとかいろんなもので吸いながらやっていくっていう、こう非常に難しい作業があったんですね。なので今回はそういった意味では油流出が阻止できたっていうのは、まあ、非常に大きかったっていうのは、もうすぐに川に六角川に流すことができましたので、もちろん油を含んでいなくても大変厳しい状況にはなったんだけども、比較的早く復旧の作業が行うことができたということがあります。だもう一点は車両避難の問題で、まあ、今回やはり2年前の教訓というのは、住民の皆さん方で生きていたところとしては、車を逃がすことができたり、2年前よりはですね、抑えることができたところがあるんではないかというふうに思っています。まあ、特に遊戯業協同組合ですね、まあ、パチンコさんのパチンコ屋さんのところがですね、車を置くことができたということは非常に大きく被害の軽減には役立ったということで、こちらの方も心から感謝を申し上げたいと思います。コロナでもですね、パチンコ店が目の敵になったときに、佐賀県は一緒になって連携してやろうということで、やったとか、ああいうことがこういう時に生きてきたのかなと思うので、やはり普段からエールを送り合って一緒にやっていくっていうことなのかなということを感じました。はい。まあ、その他これからこの気候変動対応型の復旧復興を目指したいということでありまして、それぞれのチームを作って、これから全力で県内の被災地域を支援していきたいと思っています。はい。で、まあ、住宅支援ですね、特に公営住宅、県営住宅ですとか、まあ、そういったところの応急住宅について無償受け入れを最大2年間、それから応急修理の受け付けを開始していきたいと思います。それから義援金ですとか、それから市町の支援チームにおいてはボランティアセンターを設置して、まあ、本当にSPF さんが非常によくやっていただいているので、住民のニーズをしっかりと受け止めながら対応していきたいと思います。はい。さらに公共施設については早期復旧ということ、それから災害に強い建築づくりを進めていくということ、それから農林水産関係についてもですね、まあ、だいぶ浸水によって被害を受けて、こんな感じでアスパラもそうですし、まあ、先だって行った港北の八丁では、せっかくトレーニングファームでトマト勉強してやったのに、いきなり諸作の苗が全部行かれてしまったっていうような話も直接聞いて、まあ、すぐにこう支援していこうと思いましたし、で特に嬉野のお茶畑はだいぶ広い範囲で今回被害を受けているので、これもしっかりと日本一の嬉野茶の茶畑をですね、もう一回しっかりと支援をしていくということに全力を尽くしていきたいと思っています。はい。さらに商工業者につきましては、保険保証料率 0% ということで、限度額も3000万から6000万円に引き上げまして、借り換えにも対応してということで、全力で支援していきたいと思っています。はい。ということで、被災された皆様方に寄り添いまして、最後の1人まで全力を尽くしていきたいと考えています。続きまして、2点目です。佐賀県パートナーシップ宣誓制度を今日から始めます。はい。ご案内の通り、佐賀スタイルというのが佐賀県の標榜している優しさの形です。県民一人一人がお互いの個性を尊重する
ということで、お互いに認め合うような佐賀らしい優しさということを大切にしている、この佐賀スタイルという大きな考え方を皆さんと共有したいと思っています。はい、まあ、ということで、自然な形で触れ合う、こう、なんかこう外国人対策とか障害者対策とかそういうことではなくて、なんか自然にみんながお互い幸せになるような、そんな姿を求めていきたいというのが佐賀県のスタイルでありますので、自然とみんなが一緒にいる、で一緒に分かり合っているっていう風な雰囲気を作っていきたいと思っています。はい、で、本日よりパートナーシップ宣誓制度を始めたいと思います。まあ、これはご案内の通りです。例えば病院で、厚生官などで、パートナーが家族でないから入院した際に面会ができないだとか、いろんな告知が行われないとかいった問題点ですとか、事故に遭った時に病院から連絡が来ないだったり、そういった声もありましたので、まあ、とりあえずしっかりとですね、我々として、まあ、そういったところについての障壁を取り除いて、開けたいという気持ちで、まずは県が相互に協力し合う関係なんだということを認め合う制度と県が証明することで、先ほど言いました病院関係だとか県営住宅への入居というものを可能にして、少しでも前へ向いていただけるような形にしていきたいと思っています。はい、で具体的にはお二人で宣誓をしていただきまして、佐賀県がお二人の関係性を証明することになります。まあ、こんなような受領書ですね、佐賀県パートナーシップの宣誓の証明に関する要項の規定に基づきパートナーシップの宣誓をされたことを称しますということで証明されますので、これを持って、いただけると、さまざまな先ほど言いました県住宅だとか病院とかで、そういった対応が行われますということです。まあ、これからぜひ市町の皆さん方とも話をして、そういったこの先生が生かされるような場を多く作っていきたいと思いますし、まあ、唐津市さんもこういった制度を導入する予定と聞いておりますので、まあ、相互利用どちらでも結構なので、宣誓されたところが非常に皆さん方がいろいろこう、しっかり受け入れられるような、そんなような佐賀県を作っていきたいと思います。まあ、今日からなんですが、今日から受付を開始するというふうに考えていただいたらいいと思います。ですので、受付していただくと、さまざまな準備というか書類とかをですね、整えていただいたりとかして、おおむね1週間前後でお互いで来ていただく日を決めまして、さまざまなプライバシーなどについても留意しながら交付をするという日を決めると、そういった段取りになっていくと思います。はい、これからですね、ぜひこういった佐賀スタイルの思いをさらに広げて、みんなが自然な形でお互いに尊重し合える人に優しい作品を作っていきたいと思いますので、ぜひパートナーシップ制度を使っていただきたいと思います。はい、で最後ですが、佐賀アクアがいよいよオープンする話です。これ見ていただきますと、こんな感じでもう内部はほぼできている状況になっています。もともとこの佐賀サンライズパークというところは夢や感動を生み出す佐賀躍動のエリアということで、今回フェンシング場を使って、昨年の12月に日本代表のフェンシングチームが佐賀で合宿したまさに エペチームはですね、全員佐賀に来ていましたけれども、その皆さん方が今回金メダルを取ったりしているというのも非常に佐賀県にとっては大きな話でありまして、これからフェンシングだけではなくて、ボクシングもそうですけれども、さらにアクアアリーナ、いろんなスポーツがここを使ってですね、伸びていくと、SSP 構想の核となって、
そしてさまざまなスポーツだけではなくて、まあ、コンサートだとか展示会だとかコンベンションだとかいろんなことが今までできなかったことが佐賀県で可能になっていくという佐賀県にとっては画期的なエリアになっていくというふうに思いますので、これからそれを生かしていくということでありますし、まあ、防災拠点施設としてもですね、まあ、本当にいろんな可能性があると思います。今でありましたら接種会場にここがあったらなとかですね、いろんな使い方ができたはずです。ですので、まあ、これから起きる災害についてもですね、さまざまな資機材も含めたそれから住民避難とかいろんなところで、佐賀県のオペレーションの大きな役割を果たしていただけるものと思っています。で、これがまあ今の状況でありまして、これが佐賀アクアですね。これが水泳場になります。そして、まあ、今これがまさに佐賀アリーナを作っているところでありまして、ここの大きな部分がメインのアリーナになって、ここら辺に飛び出しているのがサブアリーナという450人ぐらい収容できる、まあ、でも実際のところ今の総合体育館に匹敵するぐらい普段使いで言えばかなり大きなサブアリーナになります。でここがペデステリアンデッキでつながれて、そして、こちらの市民文化会館の方とつながるという形になります。今仮囲いのアートプロジェクトも展開して、近隣の皆さん方に喜んでいただいております。はい。で10月の23日に、佐賀アクアがオープンします。簡単に言いますと、この50メートルの屋内プールがありまして、最大1800席が入れるようになっていて、これ50メートルでも使えますけれども、25メートル2つ便使えますし、さらに可動床になってますから深くすることもできるし、最大3メートル、まあ、これまさに選手権の時、そうじゃない時にはもっと上げてですね、もっと多くの皆さん方に使っていただけるようにできるというふうになっています。でちなみに今あります25メートルプールについてもそのまま存続しますので、まあ、そちらの方はどちらかというと健康のためにこう歩いていただくとか、まあ、そういったことも含めて有効活用させていただいて、まあ、入り口がここになるのかな、こう入っていただいて、まあ、指定管理者の方の運用になりますけれども、このアクアとそれから25メートルプールと、まあ、両方使えるような、そんな統合的な運用をしながら、普段は県民の皆さん方に健康増進などにも役立っていただくような形での活用を考えています。さらに、この横、ここをさらに、南の方に行きますと、こう飛び込みプールが、これ屋外型ですけれどもあります。ここ高飛びができますし、ここから板飛び込みができるような形になっております。これも非常に国内公認の立派なプールです。ちなみにこちらの方は国際公認のプールというふうに考えておりますので、さまざまな大きな大会もこちらの方で行えるということであります。はい。で10月23日なんですが、10時よりオープニングセレモニーを開催したいと思います。まあ、もちろんですね、コロナの感染症の状況っていうのを確認しなければいけないです。まあ、この先まだ分かりませんので、ただこれ10月23日でありますから、現時点において、準備している状況について説明させてください。まあ、こういったデモですとかスペシャルリレー対決とか飛び込みデモなども考えておりますけれども、今のところ参加が決まっている方々が、まあ、佐賀の選手で言えばこの前オリンピックのリレーに出た柳本選手、今で出身だったり、今武雄高校の中学の時に日本新記録出した寺川君とか、それから今回の飛び込みで出た寺内選手ですね。寺内さんはもう40歳かな、すごくレジェンドです。非常に世界的に尊敬を集めている選手ですけども、それと酒井君ということで、さらにデフリンピックで、
よく買っていただいている神崎選手、今回のパラリンピックなどの聖火の担当もしていただきました、こういう皆さん方を考えています、この他にも今さまざまな調整をして、もう少しビッグネームが来ていただくかもしれません。楽しみにしていただきたいと思います。で、観覧希望者につきましては県内在住者400名抽選ということであります。募集は本日の15時からしますので、ぜひ手を挙げていただいて、歴史的な瞬間を、実際に見ていただきたいと思います。はい、ということで、サガサンライズパークのグランドオープンに向けていよいよ最終章へということで、今回はアクアということであります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは質問の方をお受けしたいと思います。管理者まずお願いします。ありがとうございます。管理者の時事通信です。パートナーシップ制度について、何点か伺いたいんですけれども、まずはすみません、資料に全国4番目と書いてあったんですが、これは何の4番目なのか。全国4番目って書いてあるんですけども、これは何の4番目ですか。47都道府県の中で、今まで3つやったのが大阪、はい、茨城群馬、はい、大阪、茨城群馬大阪がすでにやっておりまして、制度とすると我々が4番目ということになります。都道府県単位での導入がっていうことですかね。はい、そうです。あと、受領所について唐津市との相互利用を考えているとおっしゃってましたけども、唐津以外の市町で今考えている導入を考えている市町っていうのは聞かれているでしょうか。ここに、ないね、こういう採点とかはないです、はい、今唐津がですね、もともと考えておられたっていうのは我々も知っていました。で、佐賀県も今回考えることにしたので、唐津市もおそらくこうそういう先生制度を作ると思うんですけども、我々にしてみると、どちらでもお互いが使えるというふうにすればいいのかなというふうに思ったので、今唐津市とそういう形で調整しています。県の場合はあれですね、だから2人のうちの片方が佐賀県民であればいいのかなという形で調整しようかなと思っています。あと県外も含めてなんですけど、他の自治体ですでに宣誓している方がこっちに来たとき、もしくは佐賀で宣誓した方が外に出たときに、その都市間相互利用でわざわざもう一回宣誓しなくてもいいという制度があると思うんですけど、それを他の県外含めて他の都市と結ぶ予定はあるでしょうか。面白いですね。だから要は今で言うと、その茨城とかで宣誓したカップルが佐賀県で暮らしたいと言ってこちらに来たらということですか。わかりました。そこは検討の価値があると思いますので考えてみたいと思います。あと何度もすると、もう一個すいません、先生の場合は2人で来てもらって先生をしてもらうと、で書類等の郵送ではちょっと受け付けられないということですけど、コロナも今流行している状態で、県外に住んでいる場合も来ていただくということになるのか、ちょっとお願いします。それは構わないと思います。やはりですね、もちろんコロナの感染症対策というのは必要だけれども、やはりその2人がこれまでなかなかパートナー先生制度がなくてきつい思いをしたことを考えれば、しっかりと感染症対策をして来ていただけるものと思います。オンラインでの面談とかそういうことにはならないですね。そこはやはりですね、我々も公的な認証制度を作るわけですから、そこはですね、しっかり担保をして、少なくともこれを悪用するとかそういう人がいるとは思えないんだけれども、でもそこだけは担保させてください。佐賀テレビの川野と申します。このパートナーシップ制度の絡みで、想定でいいんですけど、大体何組ぐらいの方が選挙されるというふうに認めますか。その読みはなかなか難しいなと思うんですけれども、少なくともね、今回僕らが入れるきっかけにしたのは、ある一組の声を踏んだわけですね。だから二組目が来るかどうかというのは実際のところ僕らには分からないんですけれども、しっかりと我々がこの制度をLGBT はじめ皆さん方のためにしっかり運用してるんだっていうところが広まっていけば、そこの先生に
来ていただくハードルというのは低くなって、先生の声を上げていただく声も増えてくるんじゃないかなと思いますけども、まあ、少なくともスタートの時点でそんなに多く来るとはあまりイメージしていません。ただいろんなこういう制度を作ってくれてありがとうっていう声は寄せられているようなので、制度自体の普及というのは進んでほしいなというふうに思います。ありがとうございます。それ以外の質問なんですけれども、まん延防止等重点措置についてお伺いします。地域のエリアを絞って重点的に対策するという意味で対象地域を旧唐津市とされました。ただアナウンス効果というのに期待するのであれば市の全域っていうふうにする考えも十分あると思います。その地元からの要望も今回あった中でなぜあえて旧唐津市にこだわったのか改めて教えてください。まあ、一言で言えば感染の分析をした結果です。ここはいろんな思いの中でいろんな声があることは承知してますけれども、やはりことは感染症対策なのでしっかりと経路などを我々全部補足して分析していますので、重点的に旧唐津市について対応すればこの数は減ってくるだろうという見込みを立てています。でそれは我々もですねできるだけ今の市町単位でっていうこともですね、考えもしました。ただ佐賀市と唐津市は面積が広くてですね、唐津市といってもですね七山もあれば旧良行地もあれば北畑もあれば上場地区もあるわけでありまして、もしこれがバラバラの市町であればどう指定するんだろうかっていうことも含めて考えたりもしました。そうした中で、今回はこの東京を優に超えている発生状況であります旧唐津市というところにすることによってこのアナウンス効果ということもですね大きく影響してここがこの旧唐津市が実際の数字を減らすことができるんではないかなと我々は考えています。それをすることによって佐賀県全体の感染数というものも抑えられていくんではないかなと立てていますけれども、ただ実際のところ今8月の18日にやりました非常警戒措置によって、ここ数日はちょっといい兆しが出かけています。でこれがこのまま行くかどうかっていうところ予断を許さないんだけれども、なんとかなんとかこの傾向を維持したいなということと、やはり今回まん延防止措置を旧唐津市にしたのはこれ悪い状況になった時に手を打たなかったことで後悔したくなかったので、旧唐津市がこれ以上の伸びを示すということを何とか避けるために指定させて、いただきました。何とか唐津の皆さん方とで実際の行動は唐津市全体で頑張っていただいて、ということで我々も今日から唐津市の市の旗を県庁に掲げて佐賀県も一緒になって頑張っていきたいと、唐津市民の皆さんと一緒になって頑張っていきたいと思っております。次のオスプレイについて伺います。今日漁協で試験者アンケートの開票作業があります。で今日は結果がなんとか公表されないという話もあるんですけれども、具体的な数字としてこの試験者の意向というのが出ることになります。知事はこのアンケート結果をどういうふうに受け止めますでしょうか。まあ、今今日ですかね、開封と集計作業を行うと聞いてるんですけれども、そのアンケート結果を踏まえて、漁協の中で、議論が進むと思います。我々としますと、そうした議論が進みますように今まで同様一つ一つ丁寧に対応していきたいと思っています。最初からは以上です。はい、それでは質問のあるところ、手を挙げてください。お願いします。
すみません、朝日もねつです。あの大雨被害の、あの大雨被害で伺います。まあ、先ほどあのいろいろルール、対策本部の、対策走行したことをおっしゃいましたけども、逆にですね、いわゆる、まあ、反省、もっとこうした方が良かったんじゃないか、これができたんじゃないかってことはありますか。そうですね、あの特に内水氾濫ですかね、あのやはり私も北方とかもあって、住民の皆さん方と話を聞いたときに、やっぱ内水氾濫の情報っていうのがもっと欲しいねっていう話を聞いていて、まあ、やはり我々あの川が決壊するとか、あの川自体の水位っていうところにはどうしてもあの最大限の警戒を払ってるんです。ただあの住民の皆さん方からすると、それこそ順天堂病院の周りだとか、それこそあの福本地区とか北方地区とかの、水位っていうのがどうなってるんだろうか、まあ、避難されてる方もいますから、あのエリアが今内水氾濫でどういう状況になっているのかっていうことについては、あのこれからの情報提供なども含めてですね、やり方を見直したらいいかなと思っています。それがひいては、まあ、2年前あの鉄の方はうまくいったんですけれども、その中であのやはりこの内水氾濫というあの佐賀で特徴的な、これについてもっと住民の皆さん方と共有して、我々としてあのなかなか正確に予知するのは難しいけれども、あらかじめ声かけをできるような、で内水氾濫は基本的に市町の仕事が主なんだけれども、もっと県がコミットする部分があるのではないか。そしてあの昨日赤羽大臣にも申し上げたんだけれども、国とも共有してみんなでこの内水氾濫というものについて正面から向き合うということと、それからあの、まあ、激突事業として5カ年事業でさまざまな大型事業をこれ国とタイアップしながら、市町ともタイアップしながら流域治水という考え方で今やってるんだけれども、やはりあのハードってやっぱ時間かかるじゃないですか、まあ、それでも先ほど申し上げたように、あの台風も来るし毎年来るっていうこの逼迫性を考えると、今できることが何なんだろうかっていうことを、まあ、今考えなければいけないというふうに思っていて、まあ、昨日赤羽大臣からも六角川に遊水地っていう話があって、あのあそんな気持ちで取り組んでもらえるのかなって私はもうあの非常にあの喜んだんですけども、まあ、そういったことも含めてね、これなかなかあの住民の皆さん方と一緒になってやらなきゃいけないことで、これも多少時間がかかる、多少っていうか時間がかかるやり方なんだけど、それでも本当にみんなの気持ちが合うんであれば、そういうことも含めて、抜本的な治水対策っていうものを今回は考えられるっていうこと、2年前との教訓も合わせて今やるべきことをやっていきたいと気持ちを新たにしたところです。ありがとうございました。もう一点、あの先ほどの旧唐津まん延防止の件です。あの昨日もお示しいただいたように、旧唐津でものすごいあの10万人あたり出ている知事さんの中で、これぐらいまで下がってもらえればっていう、いわゆる感染者ですね、1週間、いわゆる具体的な数字みたいなお持ちですか。まあ、あの感覚的に言ったところでは、あの佐賀県県平均レベルですね、今もう東京を超えているので、その部分がこう、佐賀県レベルぐらいまで落ちてくるとありがたいなと思いますし、これから我々が気をつけるべきことは、あの毎日毎日この感染状況をこれまで同様つぶさに感染して、国のこのマンボの措置っていうのは下り局面になったら、知事の判断で、いろいろこう緩和することもできる。で逆に言えば、新たに今の旧唐津市みたいな状況に他の地域がなってくれば、追加で地域指定することができるようになっているので、あの一つ一つこう毎日毎日しっかりと分析をしながら、その状況報告もしながら、みんなで立ち向かっていきたいと、そういうふうに思います。ありがとうございました。はい、他ございますか。あ、北島さんお願いします。
西日本新聞の記事ですけれども、まん延防止の件で、まあ、今全域に時短要請が続いてますけれども、9月12日までに、まあ、また2週間以上かかりますが、まあ、出口としてどれぐらいの指標になったら、まあ解除できるというふうに考えでしょうか。まあ、このまん延防止重点措置はもう国の措置でありますからね、まずはね。でこれの一つの基準が西村大臣と話したときには、病床の逼迫率が50は切らないと厳しいよねって、大臣は言って話をしてました。で我々もですね、まあ、そこは少なくとも最低クリアしなければいけないと思っています。なのでこれから感染を抑えながら、そして我々がそれこそ臨時の医療施設も含めて、ホテルだとかそういったものを今調整してますから、そういった分母を膨らまして分子を減らすという、それでさまざまなプロジェクト M の、機動性をさらに高めるということを活用しながら、もう9月12日で、うまくいったねっていう形になるように、県民の皆さん方と、成果を共有できるように全力を尽くしたいと思います。あともう一点、東京オリンピック関係で女子ソフトボールの内藤選手 と、藤田選手が、まあ、金メダルを取りましたけれども、佐賀県関係では小松俊彦さん以外の金メダルということで、県として特別な表彰などは考えていらっしゃるんでしょうか。そうですね、これからぜひ、まあ、佐賀女子の皆さん方とかですね、一緒になって考えていきたいと思います。まあ、今回そうですね、佐賀女子全国制覇したことで、今話する中で、お祝いに最近打球ホームランを打つ人が多くて、近隣のところにボールが飛んでってしまうっていうんで、フェンスを県の補助で作ろうっていう話が今進んでいて、まあ、そういったことも含めてですね、まあ、今回お二人が金メダルを取ったので、まあ、そういったことについての検証をどうしようかって考えていきたいと思います。はい、ちょっと予定した時間がなっておりますが、他に、すみません、最後にさせてもらえたらと思います。岩田さん、いいですか。そしたら、はい。したら、はい、はい、すみません。じゃあ、岩田さん。ちょっと2つ伺いたいんですけど、まず先ほどの赤羽大臣の話なんですが、六角川の遊水地と、あと白石の方に、有明海に水を流す流路を作る、整備するという話があって、あとそれに対して県の方に用地買収なども含めて協力をお願いしたいという話を昨日、赤羽大臣されてましたけれども、ここら辺 の国 の、 ハードの対策というのは、かなり抜本的に六角川流域については変えるのかなという印象を受けたんですが、そこら辺どのように受け止められましたか。その2つの話は非常に大きな話です。で、もともとこの治水っていうのはいろんな人たちが協力して成し遂げるべき話で、もう水って本当難しいです。だから普段は利水といって農業水なんかにも使って必要な水です。でも抑えるときにはみんなでどのようにそのリスクを分担しながらみんなで支え合いながらやっていくということなので、まず遊水地の方に考えてみますと、そこは、まあ、そこに基本的に人が住まなくなるということでありますから、多くの皆さん方の理解が必要です。そういった体制がこれ国とともにやっていけるのかっていうことが大きな焦点でありますし、まあ、その白石町から有明海に直接注ぐというちょうど今ムツゴロウカントリーのところからですかね、ポンプで出したりもしてますけど、ああいったところを深くするという話なのか私も直接よく分かりませんけれども、まあ、そういったことをやるにしてもどのようなルートでこの内水氾濫、こっちの場合だから六角川の右岸ですかね、右岸の水をこう海に直接落とすというやり方なんでしょうけれども、可能なのかっていうのはまだ昨日聞いたばかりなので、まあ、そういったことの実現可能性だとか、それぞれの皆さん方がどういう形で負担というのは利水と治水の負担ですねができるのかっていうのをしっかり検証しなければいけないと思います。ただいずれにしても昨日は赤羽大臣がああやって積極的にこの
2年しかない中での心の痛みというかですね、心が折れるっていうことも言葉も使っていただいて、話をしていただいたってことは非常に我々にとってはありがたいことだなと思いますし、その一緒に国とともに一緒になって、取り組んでいきたいというふうに思いました。ごく簡単にラブリーの危機の記者会見がちょうど2週間になって、その危機がほぼ一定程度現実のものになってしまったわけですけれども、これらのこの危機に対するその危機意識が県民の方と共有できたのかというところと、あと、もしこれから先台風のシーズンなどを迎えるにあたって情報発信のあり方、もし何か今回の対応を踏まえて変えるところがあればお考え聞かせていただければと思います。はい、本当にこういう危機に対する対応する、コロナもそうですし災害もそうですけれども、総力戦だと思うんです。もちろん我々、行政側だけでなくて、住民の皆さん方と一緒にどれだけ信頼関係があって一緒にキャッチボールをしながら、みんなで戦えるのかっていうところが問われているんだろうというふうに思っております。ですので今回ダブルの危機っていうことを木曜日に臨時会見させていただいて、それが功を奏したところもありました。今回ケーブルテレビがですね、5回以上それぞれ流してくれたらしくてですね、そういったことで、それこそ家庭の中、車の避難もそうですし、さまざまな事前の対応ができていたという面もありますし、それがまだ行き届いてなかったということもあるかと思います。今回実際ですね、コロナについても多分佐賀県が初めてじゃないかと思いますけど、全県自動起動っていう若い人に伝わるようにですね、携帯電話自動起動でコロナの呼びかけをさせていただいたんです。これもキャリアの皆さん方から、この年に1回しかダメよって言われてたんで、もうここしかないと思って使わせていただいたんですけど、どれだけ届いたのかなって、そういったところも検証しなければいけませんし、ぜひここのキャッチボールというところに報道の皆さん方のご支援もいただきたいなと、佐賀県は佐賀県のことをとことん考えて情報発信をしておりますので、そこの成否がこれから問われていくんだろうと思いますし、コロナで言うならば日頃言われているように、国と国民との信頼関係だったり、一緒になって戦えるかどうかっていうところが問われると全く同じことだと思うので、しっかり佐賀県としてそういったところについて力を入れてやっていきたいと思います。もう一点、NHK さんだからあえて申し上げると、鉄鋼所からの油が今回防げたのは、やはりNHK さんからもね、いくつか指摘を番組作られて、そういうチェックポイントは別のチェックポイントもいろいろ提示されたことも組み合わせて我々対応ができたんです。で、最後訓練までやりました。そういった形でこれ報道の皆さん方と、行政側との共同作業で県民の命を防げるとか、そういったことも可能だと思いますので、これから皆さん方もぜひご支援いただきますようよろしくお願いしたいと思います。それでは最後小野さんお願いします。読売上です。一点伺いたいのが、今回、時短要請を、の関係で2度協力金を先月処分されていると思うんですけれども、2度先月処分されていると思うんですけど、予算のですね。で、これまでそう時短の要請とかされた場合、他の分野に波及する分野への支援というのもされてきたと思いますが、今回そのマンボウもあるということで、そういう他の業界の支援とか、またそれと一緒に大雨で3年で2回被災された方も事業者の方もいるということで、そういう方の支援というのは今回9月補正でそういうのを考えられたりしますでしょうか。はい、今ギリギリの調整をしておりまして、佐賀県はそういった今回のようなリスクも備えて一定の財政的な備えもして、いたわけで、今回の部分に関してはですね、今回 の飲食店以外についてもですね、なんとか対応できるかなというところもあるんだけれども、それこそそれでもほぼすっからかになってしまうというところもあって、今回の9月議会で、
そういった対応もしていくのかどうかというのは最終的な今検討をしています。まあ、ですので、まあ、ここからあとですね、第6波第7波っていうことも考えたときには、あ、ちょっととてもですね、今の状況だと、なんだろう、ちょっと財政利益がおぼつかないところもあって、こういったところについては、あの、しっかり、あの、これ、まあ、他県も同じだと思うんですね。他県は、あの、なかなかこういう備えもね、なかなかできてなくて苦しんでるところもあるという側面もしているので、まあ、そういったことを含めて、あの、知事会も含めて、しっかり、あの、全国的な対応ができるように、そしてそれぞれの特徴的な取り組みもできるように訴えていきたいと思います。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、知事記者会見の方を終了いたします。お疲れ様です。